フリーズドライの味噌汁フリーズドライとは、現代において多用される、真空凍結乾燥技術のこと。凍結乾燥あるいは冷凍乾燥とも言う、水の合図における乾燥法の原理。青の矢印が、凍結乾燥で、水の三重点を迂回して、消化によって固体、氷の状態の水を、気体、水蒸気に変化させ、乾燥させる。赤の矢印は超臨界乾燥。 緑の矢印は、自然のままあるいは、熱風、冷風による乾燥。P、圧力。T、温度。S、固体。L、液体。G、気体。フリーズドライトは、水分を含んだ食品や食品原料を、マイナス摂取30度程度で急速に凍結し、さらに減圧して、真空状態で水分を消化させて乾燥させることで、ある。 フリーズドライ食品は民間では保存食として活用されている。水分が除去されている分軽量なので蛍光食としても有用であり、軍隊において重くかさばる缶詰に代わる携帯食として発達した。干物のような乾燥食品は古来から作られていたが乾燥させるには下準備と長期間の乾燥工程が必要だった。そのため、 干物作りに向く一部の食材などに限られていた。軍隊が携帯食としての必要性から乾燥卵や乾燥ポテトなどを開発したが、従来の乾燥技術では品質に問題があった。フリーズドライ技術によって多様な食品を乾燥状態にすることができるようになった。調理済みの料理などは乾燥状態にすれば現地での調理の手間を省くことができるため、 特に非常食や蛍光食、宇宙食に向いている。フリーズドライに似た製法は古くからある。有名なものがインカ帝国以前から存在するチュニョというジャガイモの、保存食でアンデス特有の昼夜の寒暖差を利用し、凍結と自然解凍、そして足で踏み水分を抜く作業を何度も繰り返すことで、水分を抜いて乾燥状態にするものである。日本においては、 高野豆腐や寒天が有名である。1950年代に、軍用の蛍光食の軽量化を目的に、本格的な研究が開始される。それまでは食品を乾燥、軽量化させるためには、熱風乾燥や加熱の縮などの方法が主流で、これは、元の風味や栄養素を非常に損なうものであった。日本では酒茶漬け、カップヌードルの具として用いられたことがきっかけで、 広まった現在では、インスタントコーヒーやカップラーメンなどのインスタント食品をはじめとして、宇宙食や非常食、登山などのアウトドア用の食料、軍隊などの蛍光食として広く用いられている。熱に弱い成分を粉末化することができるため、医薬品の製造にも用いられている。奈良文化財研究所が、真空凍結乾燥機を用いて、 東日本大震災の津波による泥などで汚れた岩手県、宮城県の古文書や資料を乾燥させた後、泥や異物を除去する作業をしている。このように自然災害などで水や泥の被害を受けた資料や書籍などの修復の際、修復作業や修復対象の破損を軽減する用途にも使われている。京都大学では動物の生死を フリーズドライ保存する実験に成功した。フリーズドライの後、常温や冷蔵庫で保存した精子に受精能力があることを確認した。この方法は液体窒素を利用しないため簡単に保存、管理ができる。常温に近い温度で保管できるため、事故や災害などから遺伝資源を守ることが可能になる。ありがとうございます。